い、こんにちは、スプラトゥーンのめちゃんとベロちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日はですね、はい、ヨヘイクイズを答えてもらうことになります。はい、何のクイズでしょうか。まだ知りません。進撃の巨人のクイズでーす。いや、見てないから。それは当然みんな知ってるでしょ。だから多分このクイズは簡単だと思います。どう？いや、見てないよ俺。自信がある。ないんだよ。最高じゃん。あ、ということでスタートします。はい。1845年に巨人が最初に侵入してきた町はどこ？あ、どこ？あ知らない、知らない、見てもわからない。どこ？わからない。日本。答えは志願しなく。アルミンのフルネームは？え、知らなければ殺す。ちょっと待って、アルミンガガンシア。違う。近い。違う。アルミンアッガンベール。違うよ。アッカンバ。違う。わかりません。それは一番許せないこと。アルミンアルレート。知らねえ。アルミンアルレートだよ。ラリルレロみたいな。サーシャが訓練兵の時に何を食べていて、キース教官に怒られた。芋。芋。ほら、巨人の弱点はどこ？首。首はこっちだもん。ここうなじ。うなじでしょ。うなじです。マジかよ。え、うなじって言葉知ってんの？だって進撃の巨人を持ってる。あ、そう、うなじを狙おう。オッケーです。やべえな。巨人と戦う際に腰につけた道具は？わからない。リバイ。違う、リバイじゃない。立体装置。近い。立体機動体。立体機動装置。おまだ答え見てないし。あ、すごい。最も外側に位置する壁は？おうおうおう。知らない。簡単。知らねえ。わからないの？わかる。知らん。シナ、ロゼ、マリア。マリアですよ。マリアですよ、知らねえ。ウォールマリア。ウォールマリアだ。彼の調査？調査を行く。ヘナは？調査ヘナ。もちろん。第104期訓練兵を首席で卒業したのは誰？リヴァイ。104って誰？誰がいたとこ？誰がいたとこ？同級生だ。あ、エレンたちのね。ジャン。一人しかいない。ミカサ。もちろん。ミカサ。ミカサ、アッカマン。え、結構してるじゃん。結構いけるね。エレンは巨人化する。うん。なんとか。親指。おー。え、手なの？親指じゃないの？マリオも手でも OK？ 手でも OK です。ミカさん首につけてるマフラーは誰からもらったもの？エレン。わぁ。エルヴィンの父は？父の職業は？うん、エルヴィン団長。調査兵団団長。最初の文字は？教会の人。違うよ。なんだよ。じゃあ今日で初めて死でよ。教師。今日で始まって死で終わる。そう、わかるよね。教師。合ってた。でしょう。アルミンの髪色は黄色。わお。アニメ第一期の最初のオープニングの曲は？デレレレッデデデデレレッデ。イエガーじゃない？イエガー。あ、そうね、グレンの弓矢で。104期の訓練編の中でミカサの順位は1位。主席っていうね。多分。壁の補強及び警護を務める団体の名前は？壁をプロテクティング。あ、知ってる。知ってる。一文字目は？中は？中東団。中東兵団。正解ですよ。エレンが首にされている鍵はどこの鍵？多分ね、確か家だよね。地下の鍵。実家の地下の鍵。イエーイ。やば、俺エレンの家の実の、やったー。ちょっと待って、俺全部これベロから聞いた話で知ってる。え、本当に？見てないの？結構当たったね。うん、何点？すごい。すごい。え、すごい。じゃあ進撃の巨人の仲間ね。ということで、梅ちゃんめっちゃすごくねと思ったら、高評価とチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ということで皆さん、もうまたね。ありがとう。アディオス、アミゴ。アディオス。